さあやっていこう。さあやっていこう。月下の剣士チャレンジ。アザラシーズ月下の剣士チャレンジ第2弾にして最終章。敵のレベルは8。ワンラウンドでいきます。もうワンラウンドで負けるシーン見せずに、もうザザザザッと切り裂いて終わっていくから、これはもう、決める。ああ、前回30fps でやってたんですけど、今回 60fps です。ちょっとなんだよな、なんて言えばいいのかな、そのコマ数が増えてます。だから滑らかになったんじゃないかなと。まあそれもあっての一本勝負ですね。あんまりそのね、やっぱ60とかにしたらそれだけ動画の容量がというか上がっちゃうんでね、その辺のあれも加味しつつ。おお、あれをカウンター読んでるね。メイン。メイン。あれずーっと貯めとくとガード負荷になるんだけど、リーチ短しすぎてそんな当たるわけねえわっていうような、そういう技ですね。B ボタンと X ボタンを同時押しだから、離れているこの対角の2つのボタンを押さなくちゃいけない。ちょっとコントローラーには難しい。斬鉄さん。俺が最も得意としている相手、斬鉄さん。まあ見ておいてください、斬鉄さんの弱さをね。多分 CPU が何か間違えてると思う。とにかくこっちのリーチに入ってこれないんだよ、なんか獲物が短すぎて。そこに入られた。このような相手に近づいてはいけない。でもね、近づいてもそんなにすごいダメージ与えられないんだよな、この人。おろ、ふわっと倒してしまった。あれ、高田響の超必殺ってどうだったっけと思いながら、必殺技をどうやって出すんだったっけとか思いながら、ちょこちょこ回してたら、前後ろぐるり B か。前後ろぐるり B。 決める。お、誰だこのおっさん。おっさんっていうか、腹減ったの。違うか。中華一番っていう料理漫画に、コンボを使う料理人がいてるんです。すっごい長い。これよりもっと長いぐらいか。金棒だな。元気千倍じゃい。真剣勝負一本目始め。弱くないか。お前それで勝つ気なんか、それで。おい。完全勝利。名演技。こんなボコボコに切り刻んでおいて。仕方ないわ、あんな弱いのは。お、イケメン。行くぞ。真田小次郎。ファイヤーとじゃあ和田もや。ゼロ番隊組長。ゼロ番隊。真田小次郎。マイル。真剣勝負一本目始め。来る。うわ。すごいな、すぐ下段が来る。短いって。うお、かっこいい俺。兄上。
今めちゃ俺かっこよかった。もう死にかけかと思ったところからこう超一つ出せた、当てられた。さあ直江資源か。さっき1回目のこの1個前に取った時にこの人に負けた。ちょっとどうもわからん、リーチがわからん。この上からのあれはちょっとどうも長いんだよ、異様に。これが長い、これさえガードできない。ちょっと待って待ってって、それは強いって。ああなんとか生きるじゃない。うわあ、ちょっと残ってたのに。はい、よくやったです。今日はここまで、ほなまた。最後の一撃が難しいものだ。完璧な一撃でしたが、いやまあまあ負けだ。こんな回もあります。ほなまた。